ご視聴の皆さん、いらっしゃいませ。海夏です。ポケットモンスターレッツゴー EV、 青色系ポケモン縛りで目指せチャンピオン。さあ、では行きましょうかね。改めて戦闘なったりするなんないか。さっき言ってたあの子と戦闘なるかな。お、さっきはありがとう。フレンドリーショップは便利な道具屋だからね。ぜひ買い物に来てね。そうだ、見本あげよう。どうぞ。おお、傷薬ありがたいね。トレーナーと勝負するとき、ポケモンが傷つくことがあるから。そんなときは、傷薬を使ってあげてね。はーい。あ、こいつ戦闘なるかな？は、やっぱりなる。伝統の、視線に。トレーナー同士、目と目が合ったね。僕のお気に入りのポケモンと勝負してよ。仕方ねえな。短パン小僧の太一が勝負を仕掛けてきた。お、こらったか。さあ、何を使おう。相手レベル3か、低いね。強さ的には威力40、体当たり40、一緒か。なあ、電光石火で、いいよね。電光石火。おお、マジで電光石火。早っ。さあ、これで勝てますね。強いな、君。お、60円。お、モンスターボール3個もらえた。なるほど、トレーナーとの勝負だと、もらえるっぽいね。今の僕みたいに道路とか森にいるトレーナーと勝負になることがあるかもよ。だね。あ、ちょっと降りるつもりなかった。無事に動くな。お、グリーンじゃん。あれ？海夏嬉しそう。トレーナーに勝ったの？すごいじゃん。あ、そうだ。戦ったポケモンは体力とか技のポイントが減ってるから。ポケモンセンターでポケモンを預けて回復してもらうんだ。時間もお金もかからないぞ。戦ったら回復な。忘れちゃダメだぞ。もう優しいじゃん。時々ニビシティまでお買い物行きますけど、時輪の森って道が曲がりくねってるのよ。同じこと言ってた。まあ一応回復しとこうかね。メンテナンス終わったかな。はい。さすがにアニメみたいに直接乗ることはないか。はい、じゃあ行きましょう。あ、ここにいた奴らが消えている。見張りは終わったのか。お、この辺なんかあっても見れねえな。あ、ポケモン乗っけてるのかわいいね。けど私には重いかも。だから一緒に歩くの。なりー、怒っている。
X メニューの手持ちポケモンからポケモンを選んで、ボールから出すと一緒に歩くことができるよ。うん、その手持ちだと難しいな。違うポケモン連れて、また来てね。あ、さっきコラッタ外したからな。了解。絶対可愛いから、やってあげる。なるほど、相棒プラス、一匹外に出せるってことね。ポケモンと一緒だと、歩いてるだけで楽しい。って、もう知ってるよね。つれい。つらいのか、お前。いつ来てもこのポケモンチームはしまっとる。一体どんな奴がリーダーをしとるんじゃろうか。最後だからね。謎ですね。時はポケモンジム。そもそもリーダーが不在のジムって、協会的に OK なんだろうかね。さあ次行きましょう。お得な掲示板。二つ目のコントロールを一回振ると、サポートトレーナーが現れます。二人で冒険を楽しもう。うん、一人プレイだからいりません。一人で二人操作はめんどくさそうです。ここは2番道路、トキワシティ、ニビシティ。はい。さてと、とりあえずコラッタしまおうか。君はね、紫色なんだよ。お、コラッタ。特にいない。今んとこコラタとかポーポしかいないのかな。どれもね、該当しないんだよ。ポケモンのタイプと同じタイプの技を使うと威力が上がって強いのよ。なるほどね。常盤の森へ行くの？森は天然の迷路よ。迷わないよ、気をつけて。はーい。時はの森。得な掲示板。ポケモンを捕まえると手持ちのポケモンは経験値をもらえます。大きいポケモンを捕まえれば経験値もたくさん。進化後ってこと？小さくてもたくさん。どういうこと？レベルに応じてんじゃないんかな。お？なんだあれ。キャタピーが光っておる。どういう状態なんだ。あ、ポッポに捕まってしまった。さて、戦闘。木の実はバッグから選んで使います。使いません。あー、ん？ノラはもう、戦えないのか？もしかして。捕まえるっていう選択肢しか、経験値ゲットできないのか？はーい。とりあえずね、とりあえずちょっと、仲間を増やしたいな。ピカチュウじゃねえ。え、ピカチュウがいる。野生のピカチュウがここにいる。で、出るんだ。へぇ。あ、なんか落ちてるよ。おう、5個。いいね。またピカチュウが。捕まえて欲しいのかい？おう、ちょっと塞がれた道を。でね、一応ね、該当しそうな、ああ、もういっぱいいる。該当しそうなポケモンをね、一応、検索とかしてたんだけど。諦めましょう。最初のとこだとね、あんまり、いないんよね、確かね。ピカチュウ！
あ、スピアーがいる。バター、バタフリーは OK かな？どうなんだろうか。毒消しを見つけた。ここって見つかる？あ、ダメだ。そうか、ここも捕まってしまうのか。よし、君はポケモン持ってるな。勝負しようぜ。しょうがないね。新一。キャタピー。さあ、蹴散らそう。電光石火。二回か。糸を吐く。素早さ下げるんだっけ？ガクッと下がった。さあ、関係なく攻撃だ。よしよし。余裕だね、この辺はまだね。負けた！キャタピーなんかじゃダメか！なんかって言うな、かわいそうだろ？3番。独特な掲示板。ポケモンの捕まえ方はコントローラーによって違う。コントローラーを変えたらポケモンを捕まえる画面で、ヘルプを見てみよう。はーい。これなぁ、光ってんの何なんだろう。赤色になってんだよね。ちょっと。ほい。来たか。大きい。なるほど。そういうことね。まあ、せっかくだから捕まえようか。は、外したぞ。ちょっと待って。え、外すとかあんの？どのタイミングでやるといいんだ、これ。ここでいいのか。さて、あとちょっとのとこだったのに。大きいやつだからな、ズリの実使おうか。あ、22もあるじゃん。持つ。使う。どうぞ。構える。ナイス。いまいちタイミングがわからない。オッケー。で、経験値はどうなんだろうか。あ、ボーナス 2.2 倍。へぇー。あ、ナイス、ん？ナイススローとかテクニックスローとかサイズボーナスとかで、ボーナスがつくのか。なるほど。キャタピーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。キャタピー、芋虫ポケモン。頭の先にある触覚に触れると強烈な匂いを出して身を守ろうとする。なるほどね。青色のやつもいたけど、あれは、どちらかというと、スモールサイズのやつか。さあ、外しましょうね。さて、森抜けられるかな？そもそも青色のポケモンが、いないんだな。あ、こっちダメだ。結構でかいのも小さいのも出てくるね。独特な掲示板。取り出したジョイコンを振れば、相棒ポケモンと遊べる。振り外したか。
浮き輪の森ってこんな長かったっけ。あら、アイテムが。お、傷薬。道順的にはどうなんだろう。ああ、この人はもうどうしようもない。あ、横向かないよね、きっとね。お姉さん。モンスターボール投げるコツ知りたい？戦闘に勝ったら教えてあげるわって感じか。ミニスカートの忍が勝負を仕掛けてきた。あ、ポッポだ。戦闘画面では初めて見た。電光石火だ。何はともあれ電光石火。命中率ダウンか。でも確か電光石火って命中率下げられても 100% なんじゃなかったっけ。撃破。16経験値。あとちょっとでレベルが上がる。君の戦い、20丸。褒められた。けどなんか顔は、めっちゃ悲しそう。で？20丸の真ん中に、ボールを投げるといいんだって。あ、そういうこと？なるほどね。お得な掲示板。ポケモン図鑑は研究所で大木戸博士に見てもらえる。なるほど。そうか、それもあるから、貯めなきゃダメか。そしてまた戦闘だね。虫取り目。ちょっと待った！そんな急いで、どこに行く？次の町へ行きたいのだよ。虫取り少年の達弘が勝負を仕掛けてきた。トランセル。攻撃できねえじゃねえか。相手も一体だよね。あの状態、体当たりとかできるんだっけ？あ、耐えたりできるのか。ギリギリ残るかな。倒せるか。あ、やっぱ残ったか。もう一回。レベル上がりますね。レベル7。お、特攻が上がった。まいった。君は強いな。モンスターボールほんといっぱい手に入るね。ほんと、厳選とかしなければ、めちゃくちゃ余る気がするな。時はの森出口、この先、ニビシティ。あれもうニビシティ着いた？あれ、ポケモン増えないまま、最初のジム戦とかちょっときついぞ。道路のあちこちに細い枝の木があったろ？技術、毛さぎりという技で切って通れるそうじゃ。あ、そうか、毛さぎりか。CP が高いポケモンほど戦闘能力が高い。いろんな能力を合わせた総合的な数値らしいぞ。ああ、なるほど。厳選するときは、まあ、ひとまずそこを目安にしたらいいんかな。多分、本当はもっとね、いろいろ細かく見た方がいいみたいだけどね。攻略サイトとか見たら。
厳選とかしたことない。森や洞窟しかいないポケモンも多いよ。いろんなポケモン捕まえるならしつこく探し回ることだね。はーい。あ、この先また2番道路の続きだね。なんかね、いないかな。仲間にできそうね。あ、ここからニビシティか。あ、ちょうどよかった。グリーンがいた。海夏、この街にはポケモンジムがあってさ、ものすごく強いジムリーダーと戦えるんだ。ジムリーダーは手強いけど、強くなりたいなら、挑戦しないとだぞ。お、イーブンも戦いたいんだな。だよな。よし、俺からの応援の気持ちだ。もう傷薬5個もらった。優しいぞ。ここまでに貯めた賞金で海夏の分も買っておいたんだぜ。なんて優しいライバルなんだ。ジムリーダーに勝てれば一人前のトレーナーだぞ。頑張れよ。いい関係だ。お得な掲示板、手持ちのポケモンは戦わなくても経験値がもらえる。勝負にちょっとだけでも顔を出せば多めに経験値がもらえる。あ、じゃあ手持ちに入れてるだけで経験値入るってことは学習装置を自動で装備してる的な感じなのね。本作優しいね。ニビシティは虫捕り少年みたいにただの趣味でポケモンやってるやつばかり。しかしニビ、ポケモンジムのタケシは違うぜ。タケシは違うね。ほんとね、初戦の相手としてはだいぶきついよね。こっちノーマルしかいねえからな。初期のね、赤とか緑の時も選んだポケモンによっては大苦戦するからね。そうだ。マガジンラックを見てこよう。ポケモンセンターの声と書かれた本がある。読みますか？はい。ロケット団という人たちにご注意ください。さっきあったね。彼らは人のポケモンを盗み、ポケモンを悪いことに使います。Rと描かれた服の人には、近づかないようお願いします。強いトレーナーの皆さんは、ロケット団に還流されても、相手にしないようにしてください。はーい。お一人様、一人一つ限定。ニビシティ名物、ニビアラレ500円だよ。いりません。うん、残念。またの機会にぜひ。高いよ。あ、スイッチ持ってる。カチュー欲しいな。私のピッピと交換して。あ、ピカチュウ連れてきたら交換してくれるのがピッピと。今、隣の女の子とポケモン交換してるんだよ。ピカチュウなら2匹いるから交換してあげてもいいかな？あ、なるほど。主人公に言ったわけではない。ニビジムのリーダーのタケシは岩タイプの使い手。岩タイプのポケモンは草タイプとか水タイプの技に弱いの。相性を考えないとジムリーダーには勝てないわ。なに？ロケット団がお月見山で、ん？電話してるんだ。邪魔しないでくれ。刑事さんか何かか？お、アイテム。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。